自分が女だったたら、どのキャラとと付き合いたいですかと三ツ矢<ー>。いやもう家庭が見えるじゃん三ツ矢って。すごい家庭的なんだよね三ツ矢ってキャラクターがそもそもね。なんか幸せになりそうはい、はい、幸せな家庭を築いていくそうです。間違いない。確かにまあ僕もあの他人の立場だったら三ツ矢はやっぱりめちゃくちゃ優しいし、うん、まあ不良じゃなくてもいけるとこがあると思うのでうん、うん、なんかいろんな意味であの、うん、いいかな うん間違いないね。はい。どうですか。自分が女だったら。悩むの。僕もうマイキーですね。マイキー。かっこいいじゃないですか。俺よりもめっちゃかっこよかったし、あれ、そんなことない。いやいや。大丈夫ですか。じゃ、ちょっと思い出し笑いをしてた。ね、悔しそうな顔してましたよ。<laughs> いや、この間。とある、そのバラエティの番組で、その、このキャラクターじゃないんだけど。あの。自分が女性だったら、抱かれ。 でもいいなって思える俳優はって言ったときにいろいろ悩んで匠って言っちゃったなて思って <laughs> <laughs> それを思い出して今笑ってますごめんごめんごめんなんか嬉しいっす嬉しい間宮君の中に立候補できたことが嬉しいちょっと恥ずかしいわ、うん、ごめんごめん <laughs> 続けて、うん、なんかこっち見て笑ってんなと思うんすマイキーね,キーね確かに可愛らしいとこもあるしそうですね母性をくすぐるキャラクターでもありますよね俺ドラケンかなあ やっぱ男男らららししいいいいいじゃないですすか男らしい引っ張っ張てもらいたいっすねやっぱ俺結構僕あのー、悪い男性とか好きなんでうん、うん、それこそ見た目から入るとすればハンマーとかめっちゃ好きあ<ー>あ<ー>全然いいっすよ全然いい全然いいっすよほ本当にだから、あのーまあ、作品内じゃもう「悪」でしかないけど二 <laughs>、はい、人でいる時なんかこ,こう。 コロっとしてたりするともう楽しませますよ。楽しませてくれる。<laughs> ぜひ。ハンマー側も全然オッケーですあー。ちょっと検討します。<laughs> お願いします。